パー美味しそうだね。ここは人名豆花って言って、人名夜市の中にある豆花の有名なお店です。人名豆花って書いてある。ファーシェンっていうのはピーナッツのことで、ここの豆花で一番有名みたいです。あれめっちゃうまそう。僕は2,3 種類、種類を食べたいなって思ったので、45元のやつを、一番左、違う、左から2番目のトーファーチャーサンジョンかな、サンジャン、サンヤンっていうやつにしました。値段もお手頃な価格で、マンゴーかき氷とかより安いので、僕はかなりめっちゃ種類ある。トーファーおすすめですね。でもう分かんなかったら指差しでこれとこれとこれっていう風に3種類、僕の場合3種類選んだんですけど、名前とかがその見てパッと分かんないやつが結構あるので。どうやって頼むの？ちょっと初めてのお店なのでちょっと緊張して、よく行くお店は紙に書くんですけど、そうそう、サンニャン、ネイヨンは、ここで食べるって意味です。あ、ハトムギですね。今度あと、あれはなんだっけ、ユーユエンかな、ユーユエンっていうタロイモのやつと、あと本当は、小豆3つです。手前のやつはタピオカみたいなやつですね。で、どこで食べるのかなと思っていたら、あの目の前のところはもう埋まっていたので。あと夜市は今僕1000元出したんですけど、まあ、あの100元を持っていた方がいいですね。使いやすいです。え、どこって思ったらこの裏手のところに歩いて、お、これがあのトーファーですね。奥に歩いて行って着いて、いや結構なボリュームです。これで45元です。安いなっていう。なんか飲料より安いっていう。僕今日夜飲んだ飲料が60元だったので。お店の裏側がこういう感じで、もう裏側まで満席状態になってました。やっぱりローカルの人も来てるので有名なんですか。美味しいやつ、もう見たからに、見るからに美味しい。瓶で35元、いや45元か、45元ですね。最近新しくレンズを変えたので設定がまだよく分かっていないという。固めでしたね。氷もたくさん入ってて、ここうまっ。いつもあまり甘すぎないちょうどいい甘さで、何よりなんかこのかき氷がすごい美味しかったですね。なんだろうこの味。なんか説明しづらいというか、トーファー自体もちょっと甘めで、うまいっす。だけどそんな甘すぎないですね。何、形容しがたい、まあ、語彙力がないという。マジか。価格を変えます。
ちょっと冬には冷たすぎるかもしれないけど、夏に食べたらすごいいいなっていう。そう、本当にびっくりした。台湾に2年半ぐらい住んで、マジか。こんな美味しい豆腐あったんだ。本当に今まで食べないの後悔。人名夜市の中にある。うま。あんまり有名な夜市ではないんですけど、あの台湾大学の南に 2,3 駅行ったとこなんで、そんな遠くないので、緑ラインですし。そのこれなんてやつだっけ、ゆうゆえんか。ゆうゆえんもちょっと小さいんですけど、救急で美味しい。食感がね、やっぱりキューキューしてて、キューキューっていうのはもちもちって意味ですね。美味しかったです。うまい。あとこの小豆、量もすごく多くて、氷もすごい、きめ細やい。かき氷みたいな氷。そう、氷がめちゃくちゃ美味しかった。かき氷好きだし、冬にこれを食べると、まあ体は冷えますけど、まあ夏に食べることおすすめです。後ろの鉄板焼き屋も気になる。すごいねっとりしてて、そう、あの結構特殊な感じでしたね。ね、ネチョネチョ系で、これは本当はめっちゃ甘かったです。ここを触ってみただけで 2,30 人いますからね。これは人気の理由がわかる。ちょっと寒くなってきたけど、でもあったかいのもあるので、次回はあったかいのを頼んでみます。もうこの辺りで割とお腹いっぱいになってましたね。まだ量こんなにあるのかってちょっと思って。この人名夜市おすすめですね。なんか人名の近く本当に美味しいお店が多くて、なんか来年1年そっちに住もうかなっていうのもちょっと考えてて今、うん、便利な場所だなっていうので、やっぱ夜市があるっていうのはいいですね。活気があって、街のこのエリア、いやー、やっぱり一眼で撮ると画質綺麗だなっていうのが、もうiPhone のインカメに戻れないっていう。あと画角もやっぱりこのぐらいの画角があった方が使いやすいですね。ごちそうさまでした。寒い。そう、めちゃくちゃ寒かったんですよこの時。そして、もう会計はしたのでこのまま出ていいです。美味しかったです。美味しかった。この店めっちゃ美味しかった。どうパーでした。特にこの丸いやつが美味しかった。ジェガジャオソマメンズ、ジェガユーエン、ニューユーエン、ニューユーエンです。ジェガのイーレン、イーレン、シェシェイーレン、ハトムギです。イーレンってやつとニューユーエンってやつが美味しかったです。この2つ本当もうねっとり系でうまかったし、肉ひげの専門店とかあるんだ。ローソンだ。いや、人名いいな。人名イエス。ここの入ってずーっと来たところ、あそこのドーファーと。いや、美味しかったですね。奥のチャーハン屋さん美味しかったです。それでは。